和道大橋和道大橋は,大橋は埼玉県秩父市黒谷と道寺尾の間で荒川に架かる秩父市道幹線8号の橋である。1981年仮設の元橋は川口から1 1 6 9トルの位置に架かる橋町1 4 3 1ル、総福ル 10.、10.0m、九点福メ9 0ル、最大島町4 8 0ルの三景観の 連続後半桁橋である。景観割は左岸側から47.0メートル、48.0メートル、47.0メートルである。歩道は下流側のみに設置されている。橋の両側は下手段球になっていて、右岸側と左岸側の段球面を直接結んでいる。橋の管理者は秩父市である。橋の東詰めを東に進むと国道百四十号の 馬道大橋前交差点に至る。橋を通る路線バスやコミュニティバスなどの公共交通機関は設定されていない。佐賀側は西部観光バスの秩父吉田線の招き目停留所がもより、橋は埼玉県のぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想に基づき、策定された自転車見どころスポットを巡るルートの秩父札所34箇所を回るルートの経路に、 指定されている。和道大橋が架けられている場所のすぐ下流側には、大正時代に開設された。土線の管理運営は、寺尾村招き木地区が行い、船道は、同地区の交代制とされた。船は、両岸より、縄等を張り、それをたぐりしていた総船を運航していた。増水時は運休された。また、冬場の減水期は仮設の橋が仮設され、その際は、 対岸の黒谷地区からも人足が手配されていた。都船量は無賃であったが、昭和初期はお礼として御船を払う人が多かった。この都船場は、上流側の1930年の秩父橋開通の、ほか、下流側の1935年の港橋の、竣工の影響により廃止された。秩父市立博物館に、この都船で使用されていた船一艘が保存されている。 橋は1977年着手された、秩父市道幹線38号線道路新設事業の荒川家橋工事として建設省より、橋梁整備事業の承認を受け、国庫補助事業として、秩父市が事業主体となり、総工費6億570万円を投じ、1978年着工された。橋の施工会社は、高田機構株式会社が担当した。 すでに上流側で船橋が並行して1977年により、仮設工事が実施されている中での着工で、国の国庫補助を受けたとはいえ、長大な指導の永久橋の同時仮設は、埼玉県内の自治体でも前例がなく、地方自治体などの関係機関の注目を浴びた。黒谷、寺尾地区が秩父市に編入された1954年頃から両、地区住民の悲願の架け橋や、 夢の佳京と待望された橋は1981年3月に竣工し、左右両岸に国道140号から県道44号へ接続する取付道路である延長947メートル、福音9.75メートルの秩父市道幹線38号線が整備され1981年竣工した。橋は周囲に和道遺跡や飯塚、 招き木古墳群が所在することから、当時の加藤市長により、和道大橋と命名され、取付道路の方は、招き木古墳道路という愛称が命名された。なお、取付道路は、招き木古墳群の区域を通り、古墳7基が取付道路の予定地と重なったが、そのうちの1基である89号古墳が、左岸側橋詰めに一区復元されている。 橋は1981年4月16日、開通し、開通式は、雨の降る中、黒谷川の橋爪に手10時30分により挙行され、秩父神社の神職によるお払いや玉串拝礼等の神事の後黒谷の獅子舞が披露された。そして、市長た3名によるテープカットが取り行われ、神職を先頭に、地元関係者のほか 二組の三代夫婦や幼稚園児による渡り染めが行われた。また、佐賀川橋詰めに和道大橋完成記念と称した記念碑が開通日と同じ1981年4月16日に設立されている。2011年度に和道大橋塗り替え工事が実施された。塗装は東京塗装が行い、後日秩父市の審査により優秀な工事だったことが評価され、 2012年1月27日に優秀建設工事志向者の奨励賞として秩父市の表彰を受けた。和道大橋上流側の荒川付近は南側編成隊と秩父隊の境界域にある貸し断球地形で河川の流路に沿って断球崖が発達し川床は編成岩特有の島模様が目立つ。すぐ上流側で横瀬川が合流する。東橋と 下流側の秩父橋の間の荒川に、秩父太平洋セメントの地中式長距離、ベルトコンベアを通す施設橋がかかる。その橋と元橋の付近には、うぐいの人工産卵床が設置されている。秩父夜祭りの祭事の際は、市街地には交通規制が敷かれ車両通行止めとなる。ため、上流側の共江川橋とともに、国道140号の迂回路にもなっている。ありがとうございます。